みんなこんにちは。ハテナくんだよ。ミツバチってダンスをするって聞いたけど、本当なのかな？今日もミツバチのお姉さんにお話ししてもらったよ。あら、こんにちは。今日はどんなお話聞きたいの？蜂のダンス？そうね、私たちは巣の上で蜂の字を書いてくるくる飛ぶことがあるわ。それのことかしら。私たちは花から花へと飛び回って花粉や蜜を集めるの。あ、これって前にも話したっけ？それで巣に戻った時に仲間に教えるのよ。あっちに蜜がたくさん取れる場所があるよってね。近い時は早いテンポで円を描きながら、遠い時はゆっくりと八の字を描きながら飛ぶのよ。それが人にはダンスをしてるみたいに見えるみたいね。ミツバチさん、ありがとう。ダンスをして蜜のある場所を教えるなんて面白いよね。今日のまとめ、ミツバチはダンスをして蜜のある場所を教える。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。